辛うじ涼しいのに今日なんかあれだよな胸前をちょっと大きく開けてないかいつもよりあそうですかねそうなんですよ柔らかい素材だからちょっと姿勢とかでだいぶこうちょっと女性女性の胸元男三人で業出すのやめましょうよそんなありますよちょっと大きくでも開けてない今日はそうですかねないのたまたまなんですけどでも全然女の人さそうこうなよくあれだよねなんでしょう。 スタイリストさんとかさそのくらいの結構タタンンンククトトッッププののカーディガでですよそそほら、うういいナイロロみたなテテロああああテあテロああ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 あとああ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 あのああ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 こっちさ、こう 見てると、そのテロンテロンに透けてる上着が垂れじゃない。ブラジャーしてじゃない。でおっぱいがあって、ブラジャーしてて、その下のへそぐらいまで見えるよな。見えます。上からね。見込んだら。視界良好ですよね。確かにへそのあたりまで。いいんじゃないですか。それは見てますいやいや、大変な人はそんな格好しないですしね。ガチガチに、あのピタッとしたやつ着れば。 本来見えへんものをちょっとだるんと余裕のあるやつ来て見えるなってんだから見てもいいんじゃないですかっていう俺気合い時あのほら普通俺デカパンなんだけど気をつけないとおにぎりがおにぎりが出てきちゃうおいなりというかおむすびおにぎりがよくわかんないけど俵があれはいいの見せても 見せ方にもよるんじゃないですかハプニング的にチラ見チラいなりやったらまあそれはねが見たいかどうかの問題もありますよねいやだから出す側の問題じゃないですかどういうこと問題は俺はもう見られてもいいと思ってたら見えてもいいし絶対におにぎりは出しちゃダメと思ってたら出さない方がいいし見られたくないと思ってるんだったらそう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 見えていいっていうんだったらこの間の仕事でデカパンで履いてて 宙につられる仕事、この年で何だけど、です年。宙につられるってのも何だけどさ、デカパンでさ、ハーネスをつけられたのよ。はい、他のとこに。で、今のハーネスって、宙づるのね、あれハーネスでいいんだろハーネスでいいと思います。 股関とかさ、痛くて、この、この辺とかも、ほら、まだ。え、まだ残ってんですか。あ、大竹さん、それ、ほん、うん、仕事のやつですか、本当に。仕事のやつ。かどうでしょ仕事じゃなかったら、ね、仕事じゃなかったら、結構、トリッキーなやつですよ、これ。ほら。ほら 両方にちょうどあると。両方にやま、両方につけるやる仕事だろうよ。プライベートに釣られてたらちょっと怖い怖いですこんなこんなもつけるかお前大体お前なんかそんな風になってる大滝さん今想像しちゃいました。あ釣られてるやつをプライベートで釣られてる。釣られてるやつをおっぱいの玉にせられて。にせられて。何の話してんだこの。ハーネスだハーネスをつけたい。見だからその時ほら。 ここをさあの、えー、デカパンだからさう余裕がねうんもう隙間だら,けう隙だらけだからさ、えー、それで失礼だと思って両あの手でこう囲ってるわけだよね。<laughs> あと女の人とかこう周り来てさ、やってるの見えてもいいと思わないんだけど、もうあだから大高さん的には見せんのも失礼だし、紳士的な振る舞いとしてこう自分でこ見えないようにこう隠しちゃったというまあねことですよね。そうなんだけど、それはだからそういう状況は別に見せてももう見られてもいい。そうですね。もうもうそういうことにしませんか。もう世の中面倒くさいから。そこでごちゃごちゃね。見えたものはもうしょうがないし。あのうちの相方の比々くんは。 左の方のおむすびが異常に長いんですよ。聞きたがねえそんな。<laughs> れ聞きたくない、ねね、後輩の間で左玉永がサコンって呼ばれてるんです。左だけこう垂れてるて。すげえ長いです。

わかんないけど今は見るとなんかパチンってこう叩きたくならない私は叩きたくなりますなるでしょやっぱしねなるタイプだもんねなるタイプ気をつけてくださいなんか叩きそうだよね学びはそれそうですねそうなんだ知らないけどそうなんだそうですそういうタイプです自己紹介でそんなのない私叩きたくなるタイプなんだっていう割った卵あ、そうなんだつってまた例によってお前あれだよこの下ネタから始まってるそうですよオープニングからまたやっちゃったいいや